はい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 。赤星最高やね、マジで。赤星ほんまに最高やね。今日まっすぐめちゃくちゃ走ってたし。で、ほんまにカズマのホームランに、岸田のね、雪のりのファインプレーね、盗塁阻止。ちょっとね、マジでね、今日は素晴らしかったなと思いますね。てな感じで始まりました。小山翔平ベースボールチャンネルです。今日も最後まで見ていってください。よろしくお願いします。はい、今日はですね、先ほどでもないんだけども、終わりました。ジャイアンツ対、ドラゴンズのですね、試合解説の方をやっていきたいなというふうに思ってます。はいはい、もういつも見てくださってる方はね、わかると思うんですけど、負けた時と勝った時のテンションがあまりにも違うというところでね。まあこれももうお前、ちょっと頭おかしいんちゃうかというふうに思われるかもしれないですけども、本当にね、今日ね、冷静に振り返ってみても、素晴らしい試合だったんじゃないかなって僕思うんですね。はい。で、まあ本題に入っていく前に皆さんちょっと告知させてください。すいません。ほんと何回もすいません。今年中にね、僕チャンネル登録者数5万人行きたいんですよ。お願いします。ほんまにね。500人違うよ。5万人をね、マジで目指してるんで、ほんまにまだの方いらっしゃいましたら、チャンネル登録してない方いらっしゃいましたら、マジでチャンネル登録よろしくお願いします。はい、今年ね、ジャイアンツの選手ね、5万人行った暁にはですね、ここのチャンネルに読んで、対談とかね、いろいろね、したいなというふうに思ってるんで、ぜひね、してない方いらっしゃいましたら、よろしくお願いします。はい、じゃあですね、今日ね、しっかり見ていきたいと思うんですけども、非常にね、今日はね、もう気分いいっすね。本当に、赤星をよく頑張ったというところです。はい、動画の今日の構成としては、まず特典シーン振り返っていきまして、その後に、スタメンの変更点見ていきまして、で、最後にですね、僕が気になったところをですね、配球チャートなんかを見ながらね、ちょっとね、見ていきたいなというふうに思ってます。じゃあ、まずはじめにですね、特典シーン振り返っていきたいと思うんで、この辺にね、僕の胸あたりにですね、画像を出しながら、ちょっと、特典シーン振り返っていきたいなというふうに思ってます。はい、まずですね、今日の結果なんですけど、まあ、今日はね、7対1と、7対1というところでね、ジャイアンツ勝ちました。よいしょ、よいしょ、よいしょ。阪神がめちゃくちゃ追いついてきてるから、マジで負けれないっていう戦いでね、本当にもういい緊張感でやれてると思うんですけども、やっぱりね、ピッチャーなんですよね。やっぱ結局先発ピッチャーが一番でかいのよ。で、赤星なかなか勝ててなかった。ずっと勝ててなかったけど、僕言ったでしょ。絶対赤星がいいって言ったでしょ、僕。覚えてます皆さん。絶対赤星やって言ったでしょ。やっぱ力見ても、球の持ってるもん見ても、やっぱ赤星が一番いいって言ってたじゃないですか。やっぱその通りなってんのよ。なってんのよ。ほんまに。はい。まあ、そんな感じで、ちょっと特定シーン振り返っていきます。はい、まず1回裏。これめちゃくちゃでかいね。はい、2アウト1塁から、岡本選手のホームラン。これ素晴らしいと。相手もね、初先発のピッチャーで、やっぱ緊張もありますと。まあ、そういったところで、まあ、しっかりね、これをね、まあ初回にまず2点入れれたっていうのはマジでかかったなと思います。はい、で6回もですね、ノアとランナーなしからですね、板山選手ホームラン打たれちゃうと。でこの時点で2対1なんですよね。ちょっとやばいんですよ。1点差しかないんですよ。ただしかし、6回裏にですね、これ吉川選手先頭ホームランで、ワンアウト2塁から奥越選手のセンターのツーベースで、2アウト2塁から岸田選手のレフト前というところで、この回3点取るんですね。で、一挙これで5対1となるんですよ。で、最後にね、これ7回裏に2アウト2、3塁で、また奥越選手がね、センター前ヒット打ちまして、まあ7対1というところでね、まあ序盤というかね、ちょっと追い上げられたんですけども、そこからしっかりね、離せたっていうのは、まあ冒頭でも言いましたように、後で詳しく見ていきますけども、岸田選手はね、本当にね、ショートバウンドを取って、二塁にパーン送球して、二塁アウトするんですよね。岡林選手でしょ。ランナーね。っていうところで、ほんま素晴らしかったなと思うし、ちょっと今日ね、ちょっと遅いんだけど、ちょっとラインしとこうかなっていうふうに思います。ナイスプレーっていうふうに岸田にね、ラインしとこうかなと思います。はい。でですね、次いきます。スタメンの変更点見ていきたいと思うんで、僕の顔あたりですね、画像出しながら、ちょっとね、スタメンの変更点、両チームのスタメンの変更点を見ていきたいと思います。まず、ホーム側のジャイアンツから見ていきたいと思うんですけど、今日ね、モンテスが今日ね、出てなかったんですね。まあちょっと最近、ちょっと打撃の成績も落ちてきたっていうところもあったのかもしれないですけども、モンテスが今日欠場しておりまして、代わりに6番にですね、アキーロ選手がね、レフトで入ってますと。
で、昨日大城さんが出てたんですけども、まあ、昨日ちょっと言われたり、安倍監督がね、苦言を言われたりしてたんで、今日出てなくて、ファーストに岡本選手入ってますと。で、浅野選手がこの間ね、6番だったんですけども、今日5番に入ってますと。はい。で、キャッチャーが小林選手から岸田選手8番になってまして、で、ピッチャー菅野さんから、赤星投手というところで、まあ、しっかりね、まあ、連勝をしていければな、というふうに、思っておりました。はい。で、対する中日ですけども、まあ、中日もちょっと変わってまして、昨日3番に入ってた細川選手が今日は6番に入っておりますと。で、川越選手が昨日5番だったんですけども、今日は3番に入っておりまして、で、村松選手が6番だったんですけども、今日は7番に入っておりますと。で、木下選手、昨日キャッチャーだったんですけども、今日は5番に宇佐美選手、宇佐美さんが入ってて、で、ピッチャーが涌井投手から、松木平って言うのかな、すいません、ちょっと、名前間違えてたらすいません、投手が先発というところでございますと。で、いうので、まあ、やはりね、まあ、しっかりね、もうとりあえず目の前の一戦を勝っていかないといけないというかね、阪神がめちゃくちゃ勝ってるんで、もうほんまうかうかしられないというかね、本当にえげつないペースで勝ってるんで、ちょっとほんまに、ちょっと怖いなっていうところあるんで、もうとりあえず巨人はもう一生、ずっと勝っていくというね、全部勝つつもりでいくというところで、今日の試合ね、臨んで、いたと思いますと。はい、じゃあですね、こっからですね、僕が気になったところであってるか、ここポイントでしたよとかね、いうところをできるだけ分かりやすくね、面白く皆さんに飽きさせないようにお話していきたいと思いますんで、ぜひこっからね、見ていただければなというふうに思いますし、これ YouTuber でこんだけ毎日、詳しく解説してるやつマジでおらんから、絶対チャンネル登録しといてね、高評価もよろしくお願いしますね。よろしくお願いします。はい、いきます。まずやっぱ大きかったのは1回表のこれ岡本選手のホームランだと思うんですね。まあ常々ね、阿部監督言ってますけども、やっぱ4番が打てば、4番が打ったらやっぱ点入るし、勝つ確率ってめちゃくちゃ高まるんですね。結局やっぱり3番、4番、5番っていうクリーンアップがね、打つっていうのがやっぱ大事。特に4番が打つっていうのは、まあ日本の野球においてはね、非常に大事なんじゃないかなというふうに思うんですけども、やはりここのホームなんですよね。はい、まあ、2アウトからね、これ吉川選手のデッドボールバーン当てちゃって、まあ、ランナー出ますと。で、ここで、2アウト1塁で岡本選手のホームランなんですけど、まあ、いきなり配球チャート見ていきましょう。ね、これ大事な場面なんでね。はい。はい、なんですけども、これね、相手のピッチャーの先発ピッチャーね、別に悪くなかったんですよ、正直ね。これ、ね、配球見ていくと、まあ、ストレートでストライク取ってるでしょ。で、2球目カットボール、あ、ストレートでボール。で、ワンワン。で、カットボールでボール。で、カットボールでファール。で、最後、チェンジアップっていうところなんですけど、この配球チャート見てもらえば分かる通り、アウトコースの甘めに全部いってるでしょ。大体アウトコースに全部集まってるでしょ。で、バッターって、やっぱりね、目で見て打つんで、やっぱりこうね、目の錯覚とかって、やっぱ使っていくのって大事なんですね。そのために、やっぱインサイド攻めたりとか、高め攻めたりとか、低め攻めたりとか、いろんなコースをね、で、緩急つけたりしながら抑えていくわけですけども、やはり、球種をね、結構変えてたとしても、同じところにボールが結構集まってたら、バッターって、それに慣れてきたりするんですね。で、この、配球チャート見ても、別に球自体は悪くないし、で、コース自体もそんなに悪くはないんだけども、やっぱり同じところにボール来ると、やはりね、バッターとしては捉えやすくなるんですね。で、その上で、最後のチェンジアップが少し、真ん中の方に来たっていうところで、まあ、岡本選手はそれを見逃さずというところで、素晴らしいホームランだったんじゃないかなと思います。はい。でですね、次行きましょうか。これ、2回裏なんですが、まあ、しっかりね、下位打線で、まあ、その、チャンスを作っていくというところで、まあ、ワンアウトから門脇選手がこれセンター前ヒット打つんですね。で、これワンアウト1塁で岸田選手、これショートへの内野安打打ったんですけど、まあ、今日のね、中日の守備を見てて、まあ、これ結局ね、これヒットというね、記録にはなってるんですけども、これは、アウト取れたんちゃうかなっていうところはあったんですね。で、後でも見ていきますけども、ちょいちょいね、そのゲッツー取れるところで取れへんかったりとか、まあちょっとこう、ファンブルしたりみたいなところが、まあ特に二遊間っていうところで中日今日あったんで、まあ今日ね、7対1っていう大差のゲームではあるんですけども、やっぱりこの取れるアウトをしっかり取るとか、っていうのは、まあ当たり前ですけど、めちゃくちゃ大事なんで、まあちょっと難しい打球ではありますよ。難しい打球ではあるんだけども、なんか見た感じは、あと送球ちゃんと二塁に投げといたらアウトやんっていう感じなんで、まあヒットはヒットなんだけども、でもそういう、まあ、記録に残らないエラーみたいな感じね。っていうのがちょっと多かったんで、今日はそういったところで、まあジャイアンツにね、勝機が向いてきたというかね、流れが来たんじゃないかなと思うんですね。
はい。で、ワンナウ、じゃあ4回表を見てみましょうか。4回表、この回初めて、赤星投手がね、ヒットを打たれるわけですけども、めちゃくちゃいいピッチングしてるんですね。ずーっと。で、今日ね、ストレートめちゃくちゃいいんですよ。で、もう初回から150キロバーッ出してて、これもう今日気合入りまくっとんな思ってたんですよ。で、岸田選手の配球も、そのまっすぐがいいから、まっすぐを主体にして、で、そっからカーブであったりとか、フォークであったりとか、まあ、カットボールであったりとかっていうところで、まあ、ストレートを意識させてからの変化球。で、あ、ストレート狙ってきてるなと思ったら、変化球から入って、途中、まっすぐ挟んで、最後また変化球みたいな感じで、相手のこう、裏を行くというかね、そういった配球ができてたんで、まあ、それもこれもですね、ストレートの質が良かった、ストレートの威力があったからこそ、こういう配球ができてたと思うんで、そういったところで、まあ、結局言うと、まあ、あの、岸田選手もね、いい配球でしたし、その、赤星投手のまっすぐというところがね、今日、抜群に良かったんで、こういう配球ができたんちゃうかなと思います。で、その上で、まあ、その4回表にですね、これ、先頭のね、これ、岡林選手ヒット打たれるんですよ。ツーベース打たれるんですね。ちょっとやばいなっていう感じ。で、ここ大きかったんですけど、ノーアウト2塁で福永選手を空振り三振取れた。ここね、めちゃくちゃでかかったと思います。これでワンアウト3塁とか作られてたらめんどくさいなってところあったんですけど、ここで三振取れたっていうのはマジででかかったですね。で、ワンアウト2塁から川越選手がセカンドゴロ。で、3塁にランナー行きますと。で、2アウト3塁で石川選手ね、めっちゃ調子いいですよと。昨日もボコボコ打たれてますというところで、やっぱりバッテリーからしたら昨日のね、菅野さんから打ったライトへのホームラン、うん、見た方いらっしゃると思うんですけど、ちょっと、アウトコース寄りのカットボールをもう逆らわずにライトにホームラン打ったっていうのがあるんですけど、それがやっぱり印象にあったと思うんですね。岸田選手もやっぱり印象にあったと思うんですね。で、そこで、今日ね、まっすぐがいいっていうところで、カットボールボールになって、で、ストレートでストライク取って、で、最後もう一回ストレートね、インサイド突っ込むんですよ。で、詰まらせて、ライトフライというところで、やっぱ昨日のね、ああいう綺麗な、アウトコースの球をね、ライトスタンドにホームラン打つっていう、ああいうバッティングをされると、やっぱりね、バッテリーとしてはめちゃくちゃ嫌なんですけど、そこをね、思い切ってインサイドを攻めていけたっていうのは非常に良かったと思うし、しっかりね、球威で差し込んだ、一球だったなと思いました。はい、でですね、ここですね、なんやかんや言って、ジャイアンツがめっちゃ押してる感じとはいえね、意外と 2-0 なんですね。2対0なんですね。だから2対0なんで一気にね、ひっくり返される可能性ってあったりするんですよ。で、その中で、6回表に、これ先頭の板山選手ホームラン打たれるんですよ。だから、ちょっとフォークボールが、まあ、取りに行った感じで、まあ、ホームラン打たれるんですね。で、これで 2-1 になるんですね。2-1 ってやばいじゃないですか、正味。で、そっからですね、ワンアウトから岡林選手にショートへの内野安打打たれて、で、ちょっとやばいなって感じ。これ同点に追いつかれるぞと。今までの赤星からしたら、ちょっとやばいぞっていうところになるんですね。で、ワンアウト一塁で福永選手をセンターフライ打ち取るも、で、ツーアウトまだ一塁なんですね。で、ここで、めちゃくちゃビッグプレーが出たんですけど、川越選手の打席の時に、やっぱり、足でね、足が速いわけですよ。岡林選手、足が速いんで、ランナー二塁にして一本で同点に追いつきたいっていうのはね、やっぱ中日のバッテリーというか、ベンチからしたら頭にあるんですね。で、その中で、ワンボールツーストライクというカウントから4球目フォークボール行ったんですよ。で、ショートバウンドになったんですね。なんですけど、岸田選手が止めに行かずに、そのハンドリングで行って、そのまま送球してセカンドでアウトしたんですけど、これはね、はっきり言うけど、もうスーパープレイですね。安倍監督も言ってましたけども、これはマジでスーパープレイです。もしかしたらね、もしかしたら、それがね、ミット弾いて後ろに反らして一気に三塁まで行かれたりとか、そういうこともあったりするんですけど、そこをしっかり取って、しっかり投げて、それましてや岡林選手をセカンドでアウトしてるっていうところは、これはキャッチャーやってた人だったらわかるけど、めちゃくちゃすごいプレーなんですね。はっきり言ってめちゃくちゃすごいプレーで、ましてやこれ2対1という鬼緊迫した場面でこのプレーができて実際に成功させたっていうのは、もう今日はね、もう完璧にこれが勝因なんですね。完璧に。こんだけ褒めたら、なんかその、また小山、岸田褒めとるわって言われるかもしれんけど、もうこれはマジですごいプレーなんですね。はっきり言って、マジですごいから。うん。っていうところで、阻止率も5割あるんかな。今、12球団で一番ちゃうかなと思いますけども、本当に素晴らしいなと思います。で、この完璧に流れが変わってからですよね。この6回裏ですね。これ、先頭の吉川選手がホームラン打ちますと。で、岡本選手がフォアボールで出て、バント、浅野選手ね、うまいこと決めて。で、オコエ選手ワンアウト二塁で、これね、センター二塁打打ってっていうところで、もう完璧にね、あのプレーで流れがガーン変わってるんですよ。
で、ワンアウト二塁で軽脇選手がセンターフライ倒れたんですけども、ツーアウト二塁から岸田選手もね、レフト前ヒット、まあ泳がされながらですけども、うまいこと打ったっていうところで、もう完璧にこのプレーですよね。まあ安倍監督も言ってましたけども、これはもう完璧に今日のね、一番のこの転換期というかね、一番のこのハイライトポイントだったなと思います。で、7回裏にもですね、これ吉川選手フォアボールで出て、ワンアウトから吉川選手フォアボールで、岡本選手レフトフライ。で、ツーアウト1塁で浅野選手が、まあ、ライトのツーベース。で、ツーアウト2、3塁からオコエ選手のセンター前。先ほどの岸田選手みたいに、ちょっと泳がされてはいるんですけども、バットの先端でね、センターの前に落としまして、まあ、この回にね、2点取ってというところで、本当にね、素晴らしい打撃陣だったと思うし、もう完璧にね、この、岸田選手のプレーで完璧に流れが変わったなっていうのがありましたし、素晴らしいなと思います。で、ただちょっとあれだったのが、まあ、8回表ね、ピッチャー横川投手出てきて、ちょっと細川選手にフォアボール、ストレートのフォアボールを与えて、ちょっとやばいなっていうところあったんですけども、まあ、ワンアウト1塁からピンチヒッターの辻本選手を、まあ、5-4-3のダブルプレー取って、難なくね、抑えれたっていうのは、まあ良かったと思いますし、まあその後続のね、堀田投手とかも、まあバルドナード7回、で8回に横川、で9回に堀田というところで点差もあったんでね、まあこういう系統もできたと思うんで、うん、非常にね、素晴らしい勝利だったと思うし、今日に関してはね、何回も言いますけども、マジで岸田のあのプレー、もうほんまラインしときます。マジでラインしときます。あれすごいなというふうにね、ほんまに僕ラインで言っとくんで、ね、皆さんもね、褒めてあげてください、今日はね。はい、てな感じでですね、今日も本当に素晴らしい勝利だったと思うし、やっぱ何度も言いますけども、阪神強いね。阪神強いから、もう本当に、もう勝つしかないよね。ジャイアンツ。5分とか言ってたけど、5分じゃちょっと怖いよね。っていうのはあるんで、本当にね、もう負けれない戦いがね、ずっと続いてますけども、でもこうやってね、優勝争いできるっていうのは、本当幸せなことだなと思うし、本当にね、久しぶり、4年ぶりかな ?4 年ぶりぐらいかな、僕がいた時、2020年に優勝してるんで、4年ぶりの優勝だと思うんで、今年ね、できたらね。だから、そこに向かってね、頑張ってもらいたいなというふうに思っております。はい、そんな感じでね、もう本当、しつこいですけど、チャンネル登録者5万人目指してるんで、まだの方いらっしゃいましたので、ぜひね、チャンネル登録ポチッと。押してもらって、で、高評価ボタンもポチッと押してもらったらね、非常に嬉しいと僕思いますんで、ぜひね、これからも小山翔平ベースボールチャンネルをよろしくお願いします。はい、そんな感じで今日は終わっていきます。いつもありがとうございます。これからもどうぞよろしくお願いします。そんな感じで今日は終わっていきます。じゃあ、バイバイ。